さん、ギャビン・リミト、深澤、山田。皆さん、ゲームの上手い下手、これって何で左右されるか分かりますか？何で左右されるか？育ち。センスありますよね。センス。やり込み度。はい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 、うん。特に否定したいのはですね、センスなんですよ。ほう。僕が思うゲームが上手くなるためのコツ、知識と練習量、これに尽きると僕は思うんですよ。ゲーム下手な人って絶対これ足りてないんですよ。調べもしない、練習もしない、これで私はセンスがないって大体言うんですね。哲也めっちゃ調べてるイメージある。確かに。分かんないことは徹底的に調べ上げ、できないことは徹底的にやり込むと。できるようになるのにやると。お前もったいねー。そう、ね、違うことだったらもう天才になってるんですよ。博士とかなってる、うん、いや、何においても言えることなんですよ、これはね。まあね。それを証明するためにもですね、今回はマリオパーティーという誰でも楽しめるゲームがありますね。あれでミニゲームとかって始まって、うわなんだこのゲームってやって、 A ボタンとかね、ちょっとスティックとかピピピってやるとできるっていうね、はい、簡単なゲームだ、うん、あれの上手い下手何なのかって話なんですけど、知識と練習量でね、誰でもそれが上手くなるわけですよ。ミニゲーム、そう、もう身内には最強なら誰でもなれる、そういうことです。はい、上を競ったらね、いろいろあると思いますけど、ね、今から僕たち一人一つミニゲームを割り当てます、はい、で自分の担当のミニゲームをとにかく練習して、こうしたら強いぞってのを見て、で後日それをまた勝負します。で本当に一番を全員自分の種目で取れるかっていうのを検証していこうっていう勝負でございます、はい、これでもしひっくり返るんだったら俺の言い分は間違いだったと。ただ本当に頑張ってくればそんなことはないはずなんですよ。一回ね、完全初見の状態でやってみましょう。はい、はいはい、来ました。スーパーマリオパーティー。はい。うわ、ワクワクする。うわ、人間を一旦選びましょう。まあ、色合いじゃない？わかりやすい。ピンクだとピーチかな？2番。じゃあ、俺が担当するやつを今から選びます。はい。違うなと思ったら、一回遊んで別のやついきましょう。はい。はい。ストップ！ストップ！どう？どうかな？美味しいパンケーキ。これわかりやすいじゃん。はい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 。やりましょう。行きましょう。スタート！あ、そうだ。うん、薄いね。あ、当たった。あ、おい、出ちゃう。やばい。あの、うわー。おー。負けたー。手間取った。これ結構土壇場でね、順位入れ方やしそうだから。いや、おもろいな。勝つにはしっかりと練習いそうですね。うん。ということで、僕はじゃあ美味しいパンケーキになりました。はい。かわいい。じゃあ次は？私。ストップ。ストップ。おー。駆け引きコインチョイス。で、これ1枚2枚3枚どれを選ぶかってことですよね。欲張るとみんな3枚いくけど、あーおいおいおい、よかった、よかった、あー楽しそう。あ、引き分けじゃん。ちょっと待って、これ練習、量一人で練習するんですか、これを。もう一回選ぶ、なんか見て選ぶ、もう、まあ、見て選ぶ、見て選んでください。ステップ入って面白そう。これ見てみますか。これやってみましょう。ここ吸ったら水がなくなる。これ出されたらダメなのか。バトルバゲーじゃん、これ。いや、いいね。いや、もう、えー、くっそー。ほら、俺なんか、やべ、あー、くっそ、やばい、それやばい。うまっ。なるほどね。これね、ちょっと練習ありますよ、戦略とか。そうだね。焼いてサイコロ、焼いてサイコロステーキ。ちゃんと6面をしっかり描いてね。いきますよ。はい。これ多くね。あ、ボタン押して。これも。ああ、ああ、ちょっと。なるほどね。ああ。S。ええ。うわ。さ、おじさん。うわ、やられた。うん。サイコロステーキ。いいゲームだね。これいいですね。これめっちゃいいじゃん。コツが本当にある。写真写るよ。あ、そうだ。カメラに近いほど高得点。お、殴れる殴れる。パンチ。あ、全然つらい。ああ、なるほどね。いや、もうこれ。来た来た来た。オッケー。ワンド。え、もうちょっと待って。待って。あ、めちゃめちゃめちゃ強い。あ、来て。やばい。おい。マジやばい。やばい。お前かぶってるわ。これ。ああ。いや、むずいな、これ。うわ、これ面白い。いいですね。じゃあ一回整理しよう。うん、そうね。トシミツが肉かセンター。苦手なら多分センターだな。でもトシミツはセンターを。量はあれ、水鉄砲って量が最初負けたっけ。あ、俺最初だった。水鉄砲量でいいんじゃない。あ、いいね。あ、これか。はい。哲也が、俺はパンケーキだったけど。パンケーキやめた方がいいよ、多分。なんかパンケーキは別にドメじゃなかったし。あとタイム系欲しいよな。左上は、あ、三輪車椅子。あ、俺めっちゃおもろいやん。ちょっとやろう、早く。よし、行くぜ。これなんかコツやばそう、これね。ちょっ、何やこれ。逆にこう、こ
こう、あー、無理に早い、あー、無理、あー、これは得意だよ、俺。なるほど、はいはい、長くかった、俺はこれ、これ生まれても苦手そうだ、これやってほしいね。パンク系の人はむずそうだ、パンク系、これは関係ねえだろ。じゃあ僕三輪車で、はい、じゃあ俺サイコロいこうかな。そうだね、俺3位ぐらい、3位でしたね、3位か、うん、全然遅かったんで、じゃあ俺はサイコロで、はい、決まりました。サイコロステーキ、三輪車、水鉄砲のバトルロイヤル、センターに移れ、これをめちゃくちゃ練習してきて、1週間後に本当に努力というのはゲームをうまくすることができるのかっていうのを検証してみたいと思います。はい、じゃあ1週間練習しましょう。頑張るぞー。おー、おー、ということで1週間が経ちました。はい、皆さん練習してまいりましたか。いや、来ましたよ。緊張するね、これめっちゃ緊張するね。練習生が出なかったら恥ずかしいしな。まあ本番一発集中してやっていきましょう。はい、さあ、どう、俺キャラは変えないかな。キャラね、固定してた、このチョロップ似てんな、やっておりました。さあ、誰からいきましょうかね。じゃんけんで勝った順で OK。 最初はグーじゃんけんぽい、はい、こでしょ、はい、こでしょ、最初はグーじゃんけんぽい、最初はグーじゃんけんぽい、はい、こでしょ。じゃあ、まず私からですね。はい、じゃあこういう順番で、はい、水鉄砲のゲームです。ああ、俺ら3人は人生で2回目だ。2回目だからね、先週のままやるからね、俺ら。そうそう、うん、俺はやり込んできたよ、やり込んできたこのゲーム。どうなるのよ。しゃ、絶対勝つ。めっちゃ勝とう。いざ勝負、いざ勝負。僕の作戦はまず無駄打ちしちゃダメなんですよ、これは。溜めてたらその間に撃たれるから、ね、みんなが撃ち合ってから弾なくなってから撃てばいいと。でも今の戦いの場合はたまたまなんか隅っこにいる人がいたんで、うん、これ真ん中で一発当たっても一発で上下に飛ばないんですよ。はい、ね、なんで隅っこにいるやつは当てちゃえばもうそのまま一発で出てくから、慎重に走ってます。そうだね、今まで飛んだことすごかった。いや、マジで今気持ちいい。めっちゃ好きだよな、もう一回やって勝てるかどうか。ちょっともう一回だけやる。で、今俺ら戦略聞いたからね。しゃあ、いや、そうそう、今聞いた上で動くからね。やばい、みんな、みんな聞いて、うまい、すごい、あー、みんな待ってます、すごい、しゃ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 、おーい、やばいやばい、え、何何、おー、これは練習の成果です。出てましたよ。よっしゃー、早速なんかこっちも嬉しいね。え、最先すごいわ、スタートの仕切れたわ。じゃあお次、都市に行きますか。行きますか。僕はセンターで打ちで左上ですね。あ、カメラね。俺前回ドベだからね。これは優勝したらすごいね。これどうなんだろう、わかんないんだよな。夢回らなきゃ強そうだな、これ。こら、よし、あー、なるほどね。今これダメなんだ。おい、わし、なんでこれ最初にポジションつけた。あー、遠い。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。ちょっと、待って、待って、あと3、あと4回ありますか。よっしゃ、どけ、どけ、いて、あ、それやばい、それはまずいって。いいよ、いいよ、いいよ。おい、殴んなよ。殴るゲームなんだ。おい、いやいや、じゃないよ。そういうのじゃないよ。よし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 。よし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 。あ、よし。で、近いのよ。あと一回、あと一回。あ、おた。どうぞ。ちょっと待って、ちょっと待ってよ。俺はちょっとこれ分かった。僕はね、パンチは無駄打ちダメなんですよ。そのモーションがでかいから、硬直長いからね。そう、勢いではみ出ちゃうし、画面が出ちゃうんですよ。だから、うん、ここぞって時に乗った時ぐらいにパンチするとちょうどよく勝つっていけたんですよね、コンピューターの時は。コンピューターってね、カメが乗ってから動いてくれる。ああ、なるほどね。それ以外は真ん中で待機してるから、いい子たちなんだよ、コンピューター。俺らもう見えた瞬間にガーって乗る頃にはもう前にだ。おら、確かにその練習はできないもんね。で、もう前に3人いたらもう無理ないです。これは無理、これ無理、無理ね。結構落ち込むよ、やっぱり。俺に時間費やしてきたんだもんね。それが無駄だよ。熱盛やりてに決まってんだもん。じゃあ次いきますか。はい、各言う私もですね、このパンケーキ、いや、攻略法ってか、こうするべきっていうのはいっぱいあるんですよ。はい、で、優先順位もいろいろあって。でさ、サイコロステーキじゃなかったっけ。
あ、ちょっとサイコロステーキだった気がするね。うん、ちょっと3。ちょっと待ってください。じゃあ俺サイコロ行こうかな。いや、俺サイコロ行こうかな。サイコロステーキ。あー、じゃあサイコロステーキやっていきましょう。練習してるもんね、さすがに。いやでも本当大事なのは、絶対に間違えて下のやつを取らないってことなんですね。絶対に一番上のやつを取ってって、じゃあサイコロステーキとどれか忘れてたから、ちょっと一回ゲーム選んで、どれがサイコロステーキだったっけ。サイコロ…これでしたっけ。それかな。こっちでしたっけ。それは…それ哲也のやつだ。これで俺ね、そうそうそう。一回やってみよう。一回ね、いきますよ。はい、1週間僕練習しましたからね。はいはいはい。難しかったからね、うん、これやっぱあるんですよ、攻略法っていうのがね。いやいや、はい、これは本当に慣れてると早そうですよね。いや、うん、早いやん。さすがに練習の成果一番出るというか。俺いいんじゃない。早いですか。難しい。何でも持っちゃう。てつや、てや、あれてつや、てつや、ちや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 、はい、てつや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 、いいんだって。パンケーキ話しがない。なんで何しとんか。俺おかしいな、どうしたんだろう。夢、なんでこんなゲームやんだろう俺って思って、ちょっと本気でこれやったんでちゃんと頑張ります僕は。ブー、行くぜ。マジで、ここでやんなかったらマジでサボってたんですよ。遊んだやつになっちゃいます。いや、このゲームじゃないんだけどね。うるせえ。あれ、てっちゃんどこ、右上。あ、違う、左上か。あれ、あれ、スカムスゴーズ。てっちゃん、3点。じゃねえかよ。15って神レベルよ。もう何十回もやって1回しかなかったのよ、15なんて。すごいね。すごかったね、今の。もう弱いじゃん、これは。ちょっと待ってよ。カットしてください、全部。最後、最後言いました、最後の、はい、僕のやつは三輪車ですね、一番左の。これやたら今の自信持ってるから。俺もう絶対俺勝つから。もし俺ら三人は誰かに負けたらどうする。1ヶ月これずっと練習する。よし、じゃあ毎日ツイッターで上げて。じゃあ、10-1じゃなくて、1ヶ月これのツイートね。始まるよ。絶対任せて、任せて。何それ。おりゃー、おりゃー。あー、どっち、あー、ルイージ。いや、僕の自己記録 7.21 なんですよ。早い。調子がね、悪かったっすね、これ。勝ったと思ったんだよな。ちょっと、本当お願い、もう一回パフォーマンスさせたい、俺。何パフォーマンスさせたい。もう、ちなみにどうやってやってんの。え、これだと無駄が多いからこれでいいわけですよ。あ、実は実はそういうことね。へー、むずい気がする。あ、むずい。あ、でも早い。あれ、でもやっぱ星光も早いな。7.20 です。おもろやるな。ということで4種目やってみましたけど、俺とドシミツはなんと勝つことができませんでした。なぜなんだろうか。いや、君は種目間違えた。今回全く選ばれてないゲームとかちょっと遊んだんですよ。そしたら本当にマジで運ゲーだなって思うのが結構多くて、誰でも楽しめるっていう意味でこれはいいゲームなんですね。間違いない。そうだよ、そうじゃん、そうじゃん。素晴らしいゲームという発見が。バランスがすごいね。これ見てるお父さんお母さんはぜひ参考にしてください。なおかつ何か一つのゲームを極めたいという人はやっぱ練習するとね、絶対成長するぞということが分かりましたんで、極めたいゲームがあったらやってみたらいかがでしょうかということでした。時間が余ってると思いますんでね、ゲームしていきましょう。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。